米大統領選候補者による初のテレビ討論日米豪印外相が東京で会談インド太平洋問題協議10月1日のデモに6000人の香港警官が待機中共に拘束された香港人12名親族の声中共習近平総書記を核心とする条例可決ファーウェイの CFO モウ・バンシュが台湾製マスクで出廷 中秋節推定5億5000万人が中国内で旅行疫病ま延の恐れイ米大統領選の候補者による初のテレビ討論会は混乱とずれた焦点の中で終了しました共和党のトランプ大統領と民主党のバイデン氏は9月29日初のテレビ討論会を開催し 新型コロナウイルスへの対応経済及び選挙そのものの信用性などの議題をめぐって激しく対立しました討論会の中現場は度々混乱し司会者のウォレス氏が何度も状況をコントロールしようとしましたが無駄骨に終わりました2人の候補者は討論会の最初から最後まで互いに非難し合いさらに無礼な言葉で互いに相手を侮辱したりしました 最高裁判事人事に関する最初の議題のディベート中トランプ氏に何度も発言を中断された後怒ったバイデン氏はトランプ氏にあなたは黙ってくれないかとても大統領らしくないと言いましたバイデン氏はまたトランプ氏をおどけ者人種差別主義者と呼びあなたはアメリカ史上最悪の大統領だと非難しましたトランプ氏もジョーあなたは全く賢くないと反論しました 2人の大統領候補の初対決について視聴者からのコメントの多くは混乱している焦点がずれている制御できていないと言われています次のニュースです4カ国外相が東京で会談しインド太平洋問題を協議します中共を封じ込めるために同盟を固める米国の動きに新たな進展がありました日本政府は29日米国インド オーストラリア日本の4カ国の外相が10月6日に日本で会談すると発表しました近年米国日本オーストラリアインドは中共の軍事拡張と脅威に対応するため自由で開かれたインド太平洋を戦略的構想とする4カ国安全保障対話と呼ばれる戦略グループを結成しました4カ国は昨年ニューヨークで初会合を開き 今回東京で2回目の会合を行いますこれは菅首相就任後初の閣僚級の国際会合となります中共外交部の王文輝報道官は29日他国間の協力は第三者を対象にしたりその不利益となるようなものであってはならないと称しましたポンペオ長官は今回モンゴルや韓国をも訪問すると報じられており ポンペオ氏が引き続きこれらの国々に中共を封じ込める連盟への参加を呼びかけると見られています次のニュースです10月1日のデモに備えて6000人の香港警官が待機しています10月1日は国が滅びた日で中秋節でもあります香港の民間人権人選は当初この日北京に香港人12人の釈放を求めるデモを開催する予定でしたが 警察に申請を却下されましたしかし一部のネットユーザーはこの日ワンチャイやモンコックなど6つの地区で集会を開きさまざまな政治的要求を表明するよう呼びかけています報道によると警察は全面的に警戒態勢を敷いており6000人の警官を手配して厳重に警備する予定だといいます中央政府中香港連絡弁公室は 国安法という鋭い剣が高くぶら下がっている無茶は絶対許されないとの警告を発し警官が法を厳格に執行することを指示するとしました今までずっと香港人12人の家族を支援してきたスー・カセイ氏は中共が支援しようとする香港人を脅していると非難しました10月1日になる前すでにインターネット上で違法な集会に参加するよう先導し 放火を行った疑いで19歳の学生2人と30歳の男の計3人が逮捕されています次のニュースです中共当局に拘束されている香港人12名の親族らが声を上げています香港人12人が中国の海域に不法侵入した疑いで新船で拘束され地元公安局は検察の許可により逮捕したと発表しました 29日香港中連弁の声明によると広東省の会計局が調査に入ったとし関係者が犯した犯罪を究明し法律に基づき中国司法機関の逮捕承認を申請していると強調しました中秋節を迎え12人の香港人は身柄を拘束されてから39日になります 依然として拘束者は家族が希望した弁護士と面会できず消息は途絶えたままです9月30日一部の親族は立法会議員の朱外敵氏と本土から派遣された朱家政氏同伴のもと香港中連弁に出向きました親族らは菓子折りを持って拘束されている家族に取り次いでほしいと伝え拘束者が弁護士と面会できるよう 事件当時の船舶のレーダー記録を公開するよう要求しました逮捕された江以前さんの妻は「香港の人々はこのような犬官僚を養うためにこんなにも多くの税金を払っているのか少しの実質的な援助もないのに嫌味な発言を続けている」と嘆きました彼女は「香港人は12人の香港人と12の家庭のことに注視し続けてほしい」とし さらにこれは私たち12家族だけの問題ではなく香港人が将来向き合うことになると思う13人目が誰になるかなんてわからないと述べました次のニュースです習近平総書記を核心とする条例が可決されました最近中南海内部の権力闘争が激しくなっており10月に大きな変化が起こるのではないかとされています 9月28日中共政治局会議は中央委員会が率いるさまざまな面を全面的に規制する中央委員会工作条例を可決しました習近平総書記を核心とし固く擁護していくよう強調した党条例は習総書記が党中央委員会での権力をより強固なものにしようとするさらなる措置であると見られています北京の政治評論家が 匿名で台湾の中央社に語ったところによるとこの条例は中国共産党の歴史の中で初めてのものでありこの条例の重要性は党規約と並列していると示しました同政治評論家は中共中央委員会は党の最高指導機関つまり形式上党中央委員会であり 200人余りの委員が中国の全階層をカバーしているとし、今回の条例は200人以上の中央委員会委員と100人以上の委員候補を直接拘束することになると言います。しかし、五中全会の前夜にこの条例が導入されたことは、習近平を核心とすることを守れということであり、 衆総書記の権力の不安定さを示すシグナルではないかと考えるアナリストもいます今年に入り疫病の流行経済の劇的悪化など衆総書記は党内から前代未聞の批判を受けています最近では党の路線をめぐる習近平総書記と李克強首相の争いが表面化していますさらに今回の認識をでは 党内の高二代と州総書記の分裂が公になり高二代の多くは政治改革を求め退陣を迫る情報が飛び交っています次のニュースですファーウェイの CFO モー・バンシューが台湾のマスクをつけて出庭し共産主義者らを怒らせましたファーウェイの最高財務責任者モー・バンシューの身柄引き渡し事件がカナダのバンクーバーで再度改定しました モー・バンシュは9月28日再びカナダのブリティッシュコロンビア州の最高裁に現れ5日間に及ぶ公聴会に出席しますモー・バンシュはストライプのシャツにベージュの6分丈パンツを着用し足首には GPS をつけさらにはメイドイン台湾の文字がプリントされたピンクパープルのマスクをつけてあるメディアに撮影されました この情報は中国の共産主義思想に染まった若者や民族主義者を称する小粉公らを激怒させ、なぜ台湾のものを使わなければならないのか、中国のものを使えないのかと問う人や、数あるマスクの中でなぜこのような特徴的なロゴ入り台湾マスクを選んだのかと質問する人もいました。あるツイッターユーザーは中国製の足首の GPS を除けば、 身にまとっているものに中国製のものは一つもないと示しました最後のニュースです中秋節の休暇中中国国内で5億5000万人が旅行すると予測され疫病がまた蔓延する恐れがあります大陸では10月1日から8日間中秋節の休暇に入ります中国観光アカデミーは5億5000万人が中国各地で旅行し各観光地の調査から 旅行者数がもともとの最大需要量の50%から75%に引き上がると予測しています中国国家鉄路集団は10月1日だけで1300万人が鉄道を利用し旅行すると予測しこれは疫病蔓延以来の最高記録です当局は休暇中に1億人以上が鉄道を利用すると予想しています 中共文化観光部が明らかにしたところによると9月中旬までに全国の旅行会社の営業再開率は75.72%でツアー事業は前年同期の約40%まで回復しているといいます外界からは現在も世界的に中京ウイルスが感染拡大しており中国でも各地で感染が確認されていることから